走れ大井チャンネル。はい、どうも走れ大井チャンネルです。昨日はですね、ショートのゲッツーの動作を新作君に教えてもらいました。今日はセカンドということで自分が行っていきます。はい、それではですね、早速自分が意識しているポイントを紹介します。まずセカンドにボールが転がってきて意識するポイントは、しっかりと補給をすること。しっかりと補給をしないとこちらの、スローイングに移れないので、まずはしっかりと補給をすることを意識します。で、自分の中では補給と送球を分けています。早く送球したいからといって、こうボールを取りながらこう切ってしまうと、絶対ここに、見えない部分が、死角ができてしまうので、どうしてもここでこうエラーをしてしまいます。ですので、まずしっかりとボールを取ってから切って投げるという式でやっています。で、補給の時のポイントとしては、自分の右側でボールを補給すること。ボールを左側で補給してしまうと、重心がこっち側に行ってしまうので、ここから腰切りをするときに、どうしても体勢がかなりこう、立てづらいです。ですが、右側に、ボールを右足の前あたりに置いておくと、軸を作りやすいんで、すぐに投げられますね。それなんで、ボールを取るときは、まず右足重心でボールを取る。そうすると、回りやすくなります。で、回り方は、自分が行っているのは3種類ありまして、まず、距離が近い場合は取ってそのまま投げますね。ただこれはあんまり速くないので、あんまり使ってないです。ただあるんですけど、あんま使ってないです。2つ目は、腰切りをするときに、自分の場合はどっちかというと足をこのショート方向に向けたいので、腰を切って体を入れ替えて投げるんですけど、打球が正面もしくはちょっと左の場合に、そんなにこう足を入れ替えると、まあロスにもつながってショートもタイミングを取りづらいので、自分の場合は右足だけを引きます。取ったら右足だけを引くと、その形が作れるので投げられます。今度逆にこっち側に走っていった場合ですね、一塁塁間に走っていった場合は、走って取った場合は、今度は両足を入れ替えて投げますという、3種類をやっています。1つ目がこのまま投げる、2つ目が右足を引いて投げる、3つ目が全部入れ替えて投げる。で、後ろに下がりながら投げるのもダメです。取って後ろに下がりながら投げると、ボールは絶対上に行ってしまうので、ショートに刺すイメージをやってから倒れるのは OK なんですけど、刺しながらこう上に行っちゃうのはダメです、という意識でやっています。では早速練習動画をご覧ください。はい、というわけで、今日は自分が行っている反復練習、そして、セカンドのゲッツーの時のスローイングを紹介しました。これは反復練習を行うことによって、体に身について体のキレも良くなると思うので、やってみてください。もうまとめますと、取ると投げるを分ける、そして、いろんなバリエーションで、まあ、3種類くらい覚えておくと、投げるときに下がりながら投げない、投げた後下がるのは OK なんですけど、こう取ってその勢いでこう下がりながら投げちゃうと、ボールが上に行ったり抜けてしまったりするので、しっかりと投げた後下がる意識、そしてまあ下半身をどっしりと構えてください。そのわけで、今日は自分のセカンドからのショート送球を紹介しました。皆さんもぜひやってみてください。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。では失礼します。とどまることを知らない。チャンネル登録お願いします。